This program is made possible by the Japan Foundation.一番最初はやっぱりなんかとにかく自分にできることってなんだろうってずっと思ってて、ずっと考えてて、たまたまその東京湾の花火がなくなって、それであれ、あのなくなった花火ってどうなんだろうってふと思ったんですよね。気がついたらもうその花火屋さんに電話してたんですよ。なるほど。で、ね、電話して今から行きますっつって日本橋の花火屋さんのところに行ったら、その丸玉屋さんっていう花火屋さんの社長が出てきてくれて、で、何ですかっていうんで、いや花火ってどうなっちゃうんですかねと、余ってないんですかって話をしたら、そんなの余ってるに決まってんだろうと。いやもうその瞬間にバーッと思いついたことを喋ったんですよ。ただその花火使って遠くで花火大会やりませんかと、例えば仙台で。でもひょっとしたらたくさんの被災地でいっぺんに一斉にやっても面白いかもしれませんよねと。じゃあできるよねって思っちゃったんですよね。大きなプランでいうと、その花火をいつあげようと思ってるんですか。今の現段階の花火のプランとしては8月11日、日本人 の大事な文化としてお盆ってあるじゃないですか、はい、でお盆ってやっぱり東北地方だと8月13日から15日っていうのが、うん、迎え盆から送り盆っていう考え方もやっぱりあって、そのお盆のタイミングになんか合わせると、これがなんかその送り火みたいなことになっちゃうと、ちょっとそれはまた違うのかなと思ってて、もちろん追悼の意味も込めるし、その亡くなった方への思いとか、あとはでも僕たちがもう一つ届けたいものとしては、思いとしては元気になってほしい。要はその花火の持ってるドーンっていうこの賑やかさとか華やかさでやっぱり気持ちよくなってほしいのはあったから。本当に行ってみないと分かんないですからね。分かんないですね。どんなね、もしかしたら門前払いかもしれないし、ね。でまあ上から順番に行って、門前払い食ったら今度逆に下から上がってきていいから。まあそうですね、やれることをやって、そう一個一個。そう。 The plan is to launch fireworks on August 11 in multiple locations along the devastated coast of the Tohoku region.立ち直るためっていうのもちょっとおこがましいけど、これからこの町を立て直すのに夏のこととか、そのこれから先のこととかを、まあ、どういうタイミングで考えられるのかっていうのはちょっと純粋に聞いてみるっていうのはあると思いますけどね。はじめまして。 I first visit an evacuation site in Iwate's Kamaishi cityI approach a city worker here and blurt out my ideas. I'd let my passion and drive for the fireworks get ahead of me. This snaps me back to reality. I must remember the region was struck by a massive earthquake and tsunami.は研究室、はい、大学院の研究室で。 I had spent my graduate school years in this town. For me, it's a home away from home. これ、ね、高田さんも いたの？うん、僕もいました。僕はあの1階の向こうの方でしたけど、This tragic sight is so different from the beautiful place I remember. Oshitaki! Oh, it's so久しぶり!
Minako Iwama, who's like a second mother to me, has a lead. This important encounter would determine the project's future. And I wake up in the morning with the survivors. 4月9日現在、死亡者数、死亡者583人、身元確認307人、うち遺体取引取り が368人、遺体安置数215人、行方不明者数1068人です。東京から来ました。昔大津市 の研究所でちょっとお世話になった高田と申します。もう随分前の。Yoshinobu Kanda is the leader of an evacuation site。本当だから町の人とか役場の方って多分今もっとやらなきゃいけないことがたくさんありすぎちゃって、ちょっと僕たちの話ってなかなかしにくかったんですけど、例えば本当にそれが地元の方の、ためになるって言ったらあれですけど、一緒にそういうふうにやれるかどうか、要は僕たちが全員なんか全部その花火の玉とか職人さんは送れるんですけど、本当に町の方と一緒にできるかどうかがもう一番の先際だったんで、やりましょうよ。For a moment, I'm speechless. Could it be? まああとはもう町の人からやりたいって言ってくれればもうそれでできちゃうんですよね。なんとか。だって俺が疲れたっつったら大変です。どうしようもなくなっちゃう。ギリギリなんとか頑張れるところにとどまってるから大丈夫だよ。Without this chance encounter with Kanda, I would have pulled the plug on this project this day. These people had lost everything, yet their responses are reassuring. Perhaps the fireworks aren't such a far-fetched dream after all. I see a faint glimmer of hope. Arigatou, Oka. Mata ne. Ryosuke, mata ne. Domo.まあ、いよいよと言ったらいよいよなんですけど、一箇所一応現地での協力していただけることができたということで、まあ、晴れて Light Up Nippon is a group of volunteers who share my passion for launching fireworks. Its members are diverse in age and line of work. We are about to embark on a long, arduous journey. 皆さん頑張りましょう。はい、よー。もし協力してもらえるのであれば、署名学習を出して、この企画を、Kanda introduces me to Shuji Miura. 江戸時代のですね、隅田川の花火大会みたいな、そうですね、最初のスタートみたいな形です、はい、だからこれもあえて8月11日にしていて、来年も再来年も、まあ、せっかく今回協賛者さん集めますので、続けていけるような形にできないかなというふうに思ってるんで。He agrees to the project without hesitation. ね、心に残るものが欲しくなる、まあ、こうやって一つ一つ出会いもそうなんですけども、やっぱり心に響くものって音だったりその見たものだったりすると思うので、その花火っていうのはすごくグッドアイディアだなと思いますね。見てください、赤い旗の今までの違う光景、遺体が見つかったところだったり。Here too I win support from a group that has prepared fireworks each year.でスピーカー入れて音出したらいい。 A ちゃん A ちゃんで乗ってるぜーはーはーって言って
My colleagues and I follow one lead after another, relying only on personal connections.若いやつらイコールチンピラなのさ、あそこの土地は。で、だけども横のつながりがものすごく強いから、あのメンバーは。まあ、今後、若い連中もどんどん増えると思うんですか。若い人たちがいないとこの町に治んないからさ。ですね。One person leads to another. Everyone is connected with other people. I come to realize the power of the individual.鎮魂の意味も兼ねてやっていただけるものならあのお願いしようかという考え方は、それぞれ皆さんとの話の中で、まあ多分そういうことになるのかなっていう思いでみんないると思う。重いもんな、やっぱりリアルだしね。リアルだね。素晴らしい。すごいいい顔してましたね。でもあの人ね、The Okirai group in Iwate's Ofunato City comprises youths in their 20s who offered to support the project. The power of youth is indispensable to recovering from the disaster.純真な気持ちで、はい、こういうことに取り組んでいるんだけども、はい、私に話を聞いてくる機会があるんだあれば高田さんと会ってみませんかってお話もらったんです。ですから高田さんに私協力できるところは協力します。今この花火をこの日立市で打てばこの花火っていう文化がもっと定着するんだって、うん、だからそんなことそのくだらせに逆に、うんルールとか人気とか考えてる時じゃねえよな。本当に後々までこの文化を残すんであればもっと一歩踏み出さないとダメだわと思ったんで。そうですね。がご用意できるものって、はい、結局まあ花火であったりとか、はい、その打ち上げるための設備だったり、はい、あと設置する人だったり、はい、まあ、花火関連のもの、はい、で最低限のイベントのまあ警備の手伝いっていうのは僕らの方でもできます、はい、でそれをやるにあたり、まあ、地元で申請書を上げていただいたりとか、はい、あと地元が通常こうやられているあのお祭り の、うん、あの自主警備とかそういったものはちょっとご教示いただいて、まあ、一緒にそういったところをサポートできればいいなと思っています、はい。
今回に関してはそういったことではなくてですね、単純にその地元の皆さんが頑張ってその花火大会をやりましょうって言っていただいているのを純粋に応援していただいて、できれば当日どこかでね一緒にこう見ていただけるような夜が作れればいいなというふうに思ってますので、ぜひそういった5000円というか声。 I'm lucky enough to speak with the mayor. He agrees to a firework display in Minamisoma City.Merely confirming display locations does not afford time to relax. I also survey the actual launch sites and make detailed arrangements.新設施通った時、本番の時にもうメタンガスがガンガン出たらできないからね。でイメージは追悼と復興なんで。Risks are high, but I'm sticking to my resolve.マジですか、ね、場所ってもうそこの山の上に決定ですか。はい、もう決定です。大丈夫みたい。ああ、そうなんです。6.3。I confirm one location after another. I also have to work out a security system for the spectators' areas. だからこの 18.6 平米あれば、6センチ平米あればもうこのうちの9割はもうクリアできてるってことになるから、高橋公があればもう無敵ってことですね。On this day, Light Up Nippon supporters from all locations gather at the Miyagi government office for a press conference. 皆さん、おはようございます。今日は Light Up Nippon の、開催地が正式決定しましたので、そのご報告と、今回はご協力いただく開催地すべての実行委員の皆さんと一緒にこういう機会を設けさせていただきました。私はこの本、Light Up Nippon の発起人をさせていただいております、高田義武と申します。よろしくお願いいたします。These volunteers have joined the project in hopes of overcoming the disaster and taking the first steps towards recovery. ご支援いただきましたの全国の皆様、あとライトアップのそして大土を、気遣ってもらって、困難を乗り越えて津波であったりとか戦争であったりとか笑顔を少しでも多く生み出したいという皆様より、ご賛同いただいて、このような御礼申し上げます。戦後の荒廃の復興以来実はたくさんあります。そしてこれからの復興代をいただいた、ライトアップのスタッフの The fireworks will dot more than 300 kilometers of sky over the Tohoku coast. いやー来ましたね。いよいよですよ。これしかないですからね。いやいやですよ。始まりの場所ですよね。そうですね。丸4ヶ月ですね。すごいな。地域の皆様、多数のご出席をお願いいたします。おはようございます。ご無沙汰です。皆様。なす。してた。お疲れ。明日ですよ。だからようやっと届いた。ねえ、ここまで来ました。ね、本当ありがとうございます。さっぱり俺役に立たなかったけどさ。何言ってんすか、ね。うん。いやいやもう魅力に全部任せっぱなしでよ。申し訳なかったけど。うん、いやともかくこれを終わらせて俺の仕事を終わりにしたいよもう。何ですか、うん、まだこれからじゃないですか。ダメダメもう疲れちゃった。いや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 。旦那さんが疲れたって言っちゃったらね。ごめん本当によ。すごい変な話かもしれないけど、多分あとはもう自然が決めることだから、これ俺が今までやってきたことが間違ってればうまくいかないし、正しかったらうまくいくだろうし、それはやっぱりみんなの思いで変わることもあると思うし、自然が判断することだと思うから。おはようございます。不安がないわけでもないし、まだ何も分かんないんだけど、でももうここまで来るともう上がるしかないから、
ばいですね。これが10カ所あるわけでしょ。同じことが10カ所で繰り広げられてる。こうバタバタしてくるとさすがにやっぱテンション上がるね。ここから始まった物語もいよいよ最終章に入ります。最終章ですね本当に。皆さんこんばんは、高田と申します。実は東北の、宮古から福島のいわきまで全10カ所で花火が7時から一斉に上がります。もう間もなくなんですけれども、皆さんでこの花火を一緒に見て本当にまあ元気にこれからもまた頑張っていこうというふうに思えたらいいなと思っております。まあ、僕はもう本当東京から来て今日花火をもう皆さんと一緒に見るためだけにここにいるのでもう何もないんですが、本当に一言皆さんで良い花火を見れたらと思います。それでは良い花火を。あと15分、駐車場パンク。まさかの満載ですやっぱり。はい、下がってください。20秒前。10秒前。綺麗だね。
当ありがとうございます。こちらこそです。本当ありがとうございます。でも良かったし、いろいろ。パワーさんに感謝だ。ね、感謝です。本当。回します。上がった先輩。最高っす。最高だよ。最高した。最高した。目に会えてよかった。いや、俺もゆかさんに会えてよかったです。本当ありがとうございます。もうね、みんなの顔がすごかったよ。そう、こっちも子供がね、たまやーって叫んで飛んでるの。最高でしたよ。やってよかったって心から思うね。ね、本当ですね。This program was made possible by the Japan Foundation.